全然あかんわ。よいしょ。おたつくんハートありがとうございます。ちょっと勝ちたいよね。これ一発5連勝したいんだよね。こんばんは。あ、溶けてる。今日はね、昨日の夜の配信で言った通り、ちゃんと午前中に起きまして、この私が、うわ、きち、今のはきち、あーで、耳鼻科に行ったわけよ。わわわわわわわ負けそう、この試合。え、マジ優秀やと思うわ、今日の私は。ださ、朝早くさ、まあみんなからしたら朝早くないかもけど、早く起きてさ、10時半ぐらいに。で、ほんまは、気分上げるためにな、メイクしてから、行こうと思ったんやけど、あ、これワンチャンあるぞ。まあ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 、10時に起きたかったのに起きたの10時半だったからね。どこや、敵どこ、倒したい、勝った、こんにちは。どこ敵？あ、もう負けたくないのに。うわ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 、なんで？ちょっとちょっとチートか、おい。うわ、やだ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 、選べたくない。え、そうだからね、何の話？え、そうそうそう。まあ、午前中にちゃんと耳鼻科に行ったわけ。まあまあ、調子が悪いのは喉ですよ。なんかね、ずっと、あの、痰が絡むようなやつじゃ、え、待って、負けた？は？ふざけんなし。そう、痰が絡む咳じゃなくて、もう完全にほこりと、土ぼこりと、もう繊維と、みたいな。今住んでる部屋の環境が悪すぎて、ハウスダストにやられたという。うん、ただね、あそこの耳鼻科ね、なんかちょっと先生感じ悪いよ。嫌い、なんかもう行きたくなくなる。それにさ、もうなんか不満しか出てこへんわ、あの病院に。予約ができるとこだったのね。んで、まあ結構人数待ってるなって思って。でもさ、ああいうのってさ、ある時から急にさ、え、もう順番次じゃんとかさ。があって、で、本
当なら自転車でねさーって行ける距離なんだけどね、歩いて行くからさ20分かかるわけよこっちは。でさ気づいたらさもう順番過ぎてんのよ。でさもう、そしたらさ、ちょっと感じ悪いにさ、次は遅れないように来てくださいね、だって。あ？次は遅れないように、さえ来てんだからしかも他にも患者もいつもそういう意味じゃない、もう遅れないようにねって、遅れた私が悪いけど、悪いけど、なんかそういう言い方されるとちょっとムカつく思わん、みんなも多分言われたらえってなると思う。あのなんか本当に感じ悪い人ってさ一定数いるんだよね、病院って。どういう神経してんやろうって思うわ。こっちとら体調悪くて来てんのにさ、よくそんな言い方できるよねって話だよねえ、先生、じゃ先生じゃなくて、それは受付の人。カズリさんの案例が上がったと。いや、こんにちは、いらっしゃいませ。そう、そこのさ受付の人さ、前もよ、なんか、はい、今日どうされましたみたいな、診察券ありますみたいな、いや初診ですけどみたいな、人ってさあれどう、あれ何なの、なんかさちょっと感じ悪いよね、ちょっと感じ悪い人いる。いやもうね、それはね一日にね何人も見とったらさ、まあおかしくもなるさ、嫌にもなるやろけどさ、なんかさ若いやつだってさ、そんな適当なさ、ほんと受付してたら知らないよって話だよね。けどさ、まあでも先生も先生だから、もう受付も受付なんだろうなってもう思う。こればっかりは。そう。次から遅れないように来てくださいね、みたいな。うるせえ。まあ遅れた私が悪いですよ。はいはい、そうですけど。はいはいはい、だからねすいませんももう言わなかったよ、もうそんなに気づいたら順番来とったんじゃん、それこれ厄介な客じゃん、厄介な患者じゃん、言うことを聞かない患者もいるからなみたいなセリフあったじゃん、なんだっけ、えスペキッツのセリフでさ、現実には言うことを聞かない患者も多くてな、いや言うことは聞いてる、はあ、勝った勝った、一旦休憩だわこれは、もう2時間ゲームしてる、三脚どこ行った、やば、いよいよ終わってんな私、あんな三脚のバカでかいものまでなんか服か物かに埋もれていなくなってる、この家から、この部屋から、え、それはまずいよ私、ええ、あ、いたいたうん、
今から顔出すんだけどさ、私ね、今日っていうか、まあ、やってみたい髪型があって、やってるんだけど、まあ、まあ私が思うにすごく似合わないのと、鳥の巣みたいな鳥の巣みたいな髪型してるんだけど、今すごく鳥の巣なんだけど、まあ笑わずに可愛いなって思って見てくれよ。これでも結構ね、うまくいった方だよ。うまくいったんだけど、たまたま似合わなかっただけ。私が巻きの感じとかすごくね上手にできたんだけど、頭だけ出そう最初あ、なんか弟がよく出す頭じゃんこれ鳥の巣、ほら鳥の巣やろあ、だ診察の結果は、え、本当にあの先生もないわ、適当よあの人びっくりしちゃう。私は今喉に違和感があるんだけど、おそらく喉は赤くなかったっぽいの。だからこいつはなんで病院来たんだって多分思ったのね、その先生は。でもうだから自分から言ったよ、もう、まあ、喉に違和感があるのも部屋の掃除とかちょっとしきれてなくてとか言って、窓開けっぱで土ぼこりとかやると多分吸っちゃってそれでとか言った。したらアレルギーの薬出しておきますねって、はいはいどうもありがとうございました。鳥の巣やろ今完全に。ほら、え、すごいすごいすごく似合わないよね本当に。どうしたんだろう、ま、この髪型が似合う人もいるんだよ絶対。可愛い髪型なんだけど、どうしたものか私が似合わない。いいね、あ、山ちゃんありがとう。でこういう髪型ってあるじゃん。だからさ、写真撮ったんだけどさ、ちょっと SNS に載せる勇気がなくてさ、あ、そうナチュラルな、そうパーマみたいじゃない、すごく。そうだから病院から帰ってきて、本当はこの髪型をセットしてから行きたかったの。なんか外に出るからさ、なんか気分的になんかちょっと違う風に行きたいなって思ったわけたかが病院なんですけどね。でも病院に行くまでね、ザーザー雨じゃなくてよかった。なんならこれ自転車で行けたやんって思うぐらいの雨で、でうちの近くに、だ病院から家までの間に薬局、処方箋薬局が 4,5 軒あんのよ。で近くの一番近く、病院から近いところだと、わちょっと混んでんなと思って、でよく私が利用するとこも、あ混んでんなと思って、でもここのは使ったことがないからやめとこうが2軒あって、でもう一番家から近いところ、よくママが使ってるところに行ったわけ。そこでも結局15分ぐらい待ったね。なんでだろう、なんかね人がみんな体調悪いみたいかわいい、山ちゃんありがとう。そうそうだよさ、もう話が行ったり来たりしてね、すごいね私この会話、この会話してないけどこの一人喋り。そうこのストレートアイロン、普通の巻くタイプのヘアアイロンだと細かいうねりが多分できないので、こうストレートアイロンでこうやって襟足もちょっと巻くことができたからね、ちょっとうねらせてみたりしたわけ
動きをつけたの。そしたらさ、多分想像以上に似合ってないけどうまくはいったのよ、髪型。だから帰ってきたママが、あの外から帰ってきたママがさ、びっくりしちゃって、私の髪型にパーマでもかけに行ったのかと思って、びっくりさせちゃった。弟からいいと思ういただきました。今え俺の名前言った？え、あ、ミュートにしてたの大丈夫SNS に分かった、もうちょっとちゃんとじゃあ写真撮ってそう言ってくれるなら載せる本当はもっとこの辺が伸びて、じゃあここが伸びたらもうちょっとこのくるくるをくるくるをやりたいわけ。初めてだよこんな前髪もくるくるさせたの。本当は前髪ここぐらいまであったんだけど、カールでギュンってストレートヘアにギュロンってやってグロンってなって、ここも不安げに巻いたらまあまあいい感じになった。なんか髪のツヤが素敵、春っぽい。あ、そう、なんかさ、こないだ黒髪にしたじゃない。で美容師さんにちょっとずつ、ま、茶色、なんか黄色っぽく黄色が出てくるみたいな言われたんだ。真っ黒じゃなくてさ、ちょっと柔らかめな色になってきたYou are very beautiful with that hairstyle. やった、やった、綺麗だって、この髪型もいいって、ありがとう、 Thank you、 ズキリカト。どう、今の英語っぽくなかった？ちょっとうまそうに聞こえたやろ、どうもう一回言ってみるわ。 You are very beautiful。 あ、ダメだダメだわ、噛んじゃうわ。 You are beautiful、 You are beautifulYou are very beautiful with that hairstyle. You are very beautiful with that hairstyle. ダメだもん。いや、チキンラーメンほどの髪型は私は多分違うの。違う、そうじゃない。チキンラーメンではない。けど鳥の巣って言ってる時点でそうか。So cute. I love you. Love you. なんかさ、よくさ、道歩いててとか、まあ渋谷とかに多い、新宿も多いかな、梅田にも多いけどさ、前髪この辺まである人いるじゃん。黒髪でこの辺まで。黒に限らず茶髪はいないか、でもなんか
ハイトーンカラーでここまである人とか、えもう目見えてないじゃんみたいな、前見えないじゃんみたいな思ったので、今日さその本当にこの辺まで前髪あったから、まあそれで出かけたんだけど、本当に視界は悪いし、なんかたまに目入って痛いし、でもなんかすごい隠れた気持ちになる。ずっと目パッと開けないでずっとこんな感じでいる。うん、なんかそのヌーッとした感じがその人たちは好きなのかなって、その人たちの気持ちになった。今日はずっとこういう感じで過ごすんだよ。目に開けすぎたら、はい、髪入っちゃうから。ちょっとしたちょっとマジ鳥の巣なんだけど、まあよかった、なんか笑われるかと思ったからハードル下げといたからね、ありがとう。イートさん100回目の訪問ありがとうございますリナッチかわいいね。私は日本語が話せないのでディーピーディープルを使ってます。ここでさ、I なんちゅうの、うんって言えたらさ、かっこいいのにね。私も喋れないんだよ。まあまあでも仲良くしようよみたいなことをさ、簡単なことすら喋れないんだから悲しくなっちゃうよね本当に。My name is Lina ぐらいは言っとくか。Lina。はじめまして。こんばんは。こんばんは。あ、応援中なんですね。スーパージュノンボーイ。私生まれ変わったらジュノンボーイやってみようかな。全然知らんけど。サングラスも似合いそうね。そう、今日だよさ、サングラスして出かけたよ。眩しいかなと思って。土入りのサングラス。でさ、病院行くからさ、グレーのマスクしてさ、前髪こんなんでサングラスかけて超怪しい人だったよ今日。今日やばかった、私の格好。ドイツの人、ドイツ語、ドイツの人なの、マジ。 You are very beautiful with that hairstyle。 好き。ドイツ語ってわからんな。一個も、一単語もわかんないわ、ドイツ語。あと、皮膚科の薬がまだ見つかってない。ってか、見つけてない。探してもいない。どこ置いたかね、私。ほんとね、もうずっと喉、もうここにホコリがもうめっちゃ溜まってる気がする。もうめっちゃ苦しい。めっちゃしんどい。まあ、とりあえず今日はあの窓閉めたからきっとまだマシだったんかな。けどこれをねずっと続けると本当に声が出なくなる。あなたの名前は私の友達の名前に似ています。でもあなたの方が彼女より可愛いよ。やーん My friend。 あ、今から言う言葉みんなに伝わるかな。
でもこのズキリカートに変な風に伝わったらやだけど、まあ、my friend、 周りってなんて言うんだろう、 many リナネームわかった、私の友達周りにいっぱい同じとか、なんて言うんだろう、同じ名前、リナって名前の人よくいるよって言いたかったんだけど、サムネの綺麗なリナッチからかっこいいリナッチになってる、ああ、いや早く宣材写真撮りたいな、いやなんかどんどんずれていく、死ぬど、いやーけど耳鼻科に期待しすぎたな、何も変わらない、なんかね、もう自己診断しちゃってんじゃんこれだったら、まあいっか、みんなは元気でね、健康でいてくれよ、大丈夫ですか、大丈夫って言いたいけど無理、後ろもいい感じでしたよ、髪の毛、あ、見えた、こうしたから、あ、今ここに薬ワンチャンあるかなって一瞬探したからか、そう、後ろもこだわって割と頑張って、こうやってここもね、もう大変だった、なんかうまくいかない、こっちはうまくいったんだけど、まあ、左右対称にするつもりはなかったけど、うん、もうあとは早く髪伸びてくださいってだけほんと声が出なくなってくる、まずいよこれは、カリさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます、こんにちは、いらっしゃいませ、アバターかわいい、ラッコだラッコ、こんにちは、セットするの大変だからパーマかけましょう、いやだ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 、だってストレートのも可愛いんだもん、私どっちもやりたいから、このセットする時間も私割と楽しんでるから、いいのいいの、それでちゃんとワックスもつけてスプレーした、次回はこれの前髪なしバージョンでこのクリンクリンをやりたい、今日はね、
今日この髪型をやりたいがために昨日お風呂入るときに、もう私ここでわかる癖がさついちゃってるから、それをお風呂でガーってやって、前髪ドローンとままこうって乾かして、 そのまま乾いて寝て、そしたら朝こんなになってでも実際こういうヘアスタイルあるからな、ヘアセットだから間違ってはないと思うんだよ。ただ本人に合ってるか合ってないかって言われたらなんか違うかなって。今短いから楽じゃない？そうだね、この長さはねまだ楽。これが今中途半端な、ここがこういうとこになってきたらマジでもうってなるここまこの周りに顔が、顔周りに髪の毛があるのが嫌でカッて切ったんだけど、潜在写真淡路島フェアで名刺交換したけど髪がロングならこんなに画面もいいかも。いや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 、名刺交換の時の写真撮り直したから、これ一瞬しか見せへんけど、ほら撮り直してんこれこれはカナリア条約で歌唱さんに撮ってもらった。これ多分顔がなんか疲れてるからさ、涙袋がなめくじみたいになっててすごい。曲を聴きました。スピークミュージック、タイトルは諦めないで Never give up。 あなたも諦めないで精神を維持してください。わかりました。そして健康に気をつけてください。優しい、え、優しいってさ英語でなんていうのね、誰か教えて。なんかイージーとかじゃなくてさ、いやイージーは簡単じゃん、でもそれも優しいには入るじゃん。え、優しい寝癖バレないから寝坊してもすぐ家出れるんじゃない？いや、まあ確かにパーマかけたらそれはそうかも、けど私はあのこういう寝癖があってもあの洗面台の彼の水こうすくい上げてカってかけてドライヤーでシャーってシャーってやるじゃん。したらもうこの辺は基本そんな跳ねてないから、まあ浮いてる部分だけちょっとシャーってドライヤーシャーってやって、あとはストレートアイロンパチッ。なんでいつも前髪分けてるからね、もうかき上がってるからいつもで、こうやってこうやってワックスつけてこうこうこうってやればもう私の髪型はいつもねもう完成するのよ。カインドネス、親切なって意味ならカインド。親切ってカインドって言うんだ。知らんかった。カインド。あなたの声を聞くとまた興奮します。リナさんありがとう。エキサイト。エキサイトってどういう意味だっけ？エキサイト。意味違ったらえぐいリナさんありがとう。おー、リナって通じてたんだ。 Thank you so much Good luck。 あとは Gentle、 あー
何それ何だ何だっていうの分かんない。すごいな髪の毛かわいい。髪の毛はかわいい。ほらほら私の顔に似合ってるか否かとしてさ、ほら髪型めっちゃかわいいよこれ。多分テンダーテンダー聞いたことないな。ほら私のフェイスの問題。ヘアセットとしては成功だよこれ多分。おお頑張った頑張った。ほんとこの喉早く治れ治れ。苦しいんだ。すごく苦しいの。ここにずっと何かがいる。で、乾いた咳が出るわけよ。わかる？痰とか肺とかじゃなくて、もう なんかちゃうのよ。で、それが苦しい、悔しい。Love me tender。知らんかも。うん、姫のフェイスは全く問題はない。そうフェイスはフェイスで問題ないんだよ。フェイスはフェイスで問題ないんだけど、なんかね、あこの髪型いいかも、またやろう、いやまたやるけど、あこっちの方がいいかもとはならなかったね、残念なこと。あとクリスマスコフレっていうのさ、あのデパコスってあるんだけどさ、それのジル・スチュアートのね、ジル・スチュアートのこういうパレットが家にあって、全然使ってないからたまには使ってみようと思って使ってみた。やっぱいいねデパコスは。やっぱ違うよ、やっぱねデパコスは違う。発色もなんか綺麗だなって。私も頑張りますので、皆さんも気合を入れて頑張ってください。応援された。 Thank you fight fight bye bye。 See you again。 全体的にいいです。ありがとう、全部褒めて。目の周りの赤いのがジルスチュアート。そういうわけでもない。ああ、そうね。そういうわけもいろいろ混ぜたけど、うん。そう言われると違うパレットの赤の方がもしかしたら強いかも。混ぜたけど。チークの感じとか可愛いんだけど、もう全く配信じゃ映んない。悲しい。そうちょっとでトリッキーな髪型にしてるから、メイクもちょっと変えてみようと思って今日は真っ赤っかにしました。
マスカラしてない。難しい質問をしてしまって、いや私も今の流れ、話の流れからしたら、そう今日のメイク全部ジルシチュアートなんだよね、ほら赤いシャドウ可愛いでしょって言いたいんだけど、違うのよ、違うんだよ、違うのよ、なんか給食パル、給食入ってるパレットのアイシャドウを基本的には使った。でもジルシチュアートのも塗っときたいなと思って塗った。うん、だから微妙。なんでジルの話したんだろう。まあいいわ。今日もちなみに眉毛はないけど、前髪で隠れてるから描いてない。18時になったんで一旦終わろうと思います。世間一般ではこれを18時はもう夜というでしょうが、夜にまた会えたら会いましょう。とりあえずこの配信を終えたら写真を撮る決まり。やばい、なにこれ、よし、ランキング、ポコちゃん、テハチャピ、ワッキー、ひとよ、ザッチくん、タナちゃん、カリさん、ドラッコラコラさん、ボイドさん、ヨシアキくん、1位がヤマちゃんでした、ありがとうございます。あ、いろいろ書いてくれてた、初見の人フォローしてくれたリナだよって、ありがとう。おやすみありがとうございました。